ファブルに出てくるんだけど、ファブルの主人公こうやって、ね、気持ちを切り替えるんだよ。全然通じねえな、このネタ。始まってます。イエイ楽しそうだな、タクリ先生。いやー、俺はほら、ハッピーだからね。なんでハッピーかわかる？ネームが進んでないんだよね。唐揚げ。唐揚げ。いや、もうね、漫画をね、漫画、ネームが進まないときって、うん、漫画読むスピードが半端なく分かりますね。てか、現実逃避、うん、やばいぐらい現実逃避してた。もうね、最近ツイッターでさ、スパイダーマンのゲームが、もうね、みんな面白そうにやってるんですよ、プレイ動画。もうね、オープンワールドのゲームなんだけど、ビルとビルをさ、ピュア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 スパイダーマン飛んでんの、うん、面白そうだなと思ってさ、もうポチっちゃうよね、ネーム住んでねえと。7000円ぐらいで買ってて、よっしゃ、やるかと思ったら、もうね、で友達もやってたんですよ。で、一緒にやろうぜ、テンション上がるぜって思ったら、ダウンロードに15時間かかるって言って。50ギガぐらいあって、データの。へぇ、50ギガか。そういう時代なんですね。そう。で、友達に、うん、遊べないね、お前がいる間はって言って、ね。で、タクジネームやったらって言われて、他のゲームやろって言って。二人で VR やって遊んだ。そんな今週。楽しそうだなぁ。ネームが済まねえ、どうしよう、後藤先生どうしよう、俺。ネームが済まねえの、何のネーム済まないの？ん？エロ。ああ、そうなんだ。タクジ先生でもエロのネームが済まないなんてことあるんですか？ありますわね。なんで？ネトラレマ漫画今書いてるじゃないですか、うんうん、もうネトラレ漫画だけど俺20本近く書いてるから、うんうん、そろそろネタもつけるんだよね。ああ、そうなんだね。もうパターン、うん、俺もうネトラレのパターン、ネトラレと人妻のパターン、うんうん、もう出尽くしたんじゃねえかな。で、ね、最近ちょっと気づいたことがあって、うんうん、あんまりひねりたくないんですよ俺。ああ、なるほどね、はいはい、もうベッタベタのパターンでやりたいわけ、うんうん、でもベッタベタのパターンってさ、パターン少ねえなと思って。なるほど、王道のネトラレが。そう、もうね、王道のネトラレパターン、逆に20パターンぐらいやったら俺偉くないって思っちゃったね。もう出ない。21作目期待だね。どうすりゃいいの。漫画応援するラジオ、マンラジー、イエーイ。元気だな。いや、現実逃避。ネームができないことがあってもね、元気になれるっていうことだよ、うん、そうです。そう、それ大事だよね。そう、大事大事。自分を応援していくっていうね。うん、そう、ネームができないみんなも、うん、今俺がネームできない、俺が応援するよ。一人じゃないよ、みんな。元気だな、俺。そうだよね、いや本当にでもこれ切実な問題だよね。ネームができなくて迷っている悩んでる人っていっぱいいるからね。あ、まあ、そんなところに講師の拓司先生がネームが俺も悩んでるんだよって言ってどうすんだっていう。どうすんだよ。聞いてくれよ、俺の悩み。どうすりゃいいんだよ。そうだね、講座来る？え、講座来る？そうだね。3日間だね。3日間、え、3日間がネームで32ページもできちゃうんですか？そうなんです。そんなことありえないですか？あのさ、まずさ、東京ネームタンクのっていうところで今やってるんですけれども、うん、ね、そうやってみんな3日で32ページとか書くわけなんだけどさ、はいはいはい、まあそれはさ、もちろん講座にある構造論とかもいろいろあるけどさ、うん、何よりあるのはさ、うん、だから隣でみんなやってるってことだよね。そうだよね。それでさ、みんながさ、ガリガリやってるところで、あははとか言って漫画読めないでしょ。ね、そうよ。ね、読めない。その空気、うん、スパイダーマンできない。読めないでしょ。みんなでやるって大事だよね。大事だよ。みんなでエロ漫画描こう、うん、そう。あ、でもね、それありだよね。エロ漫画の描き方とかもね、みんなでエロ漫画描く会とかも実際あってもいいかもしれないよね。あ、いいんじゃないかな、うん、楽しいよきっと、うん、合宿とかもね行って結局やったらもうね、みんなそこでガリガリやってるからだもんな、うん、そうなんですよね。いや、俺思うんだけど、うん、なんだろう、ネームタンクのそのネーム講座以外にも、うん、漫画家の人は、うんうん、実際ほら、他の地方に住んでるとできないじゃないですか。うん、ね。なんか、そういう組合とか作ればいいんじゃないの。なんかさ、よくみんなあれやってない、なんかスカイプとかディスコードとかで作業用のネームとか。あ、あれね。あれでもどうなの、あれは、僕は全然やってないんですけど。俺あれね。一人でやってるから。どうなの。こいつ、さっき言ったこと全員否定じゃねえか。なんで。まあいいけど、俺ね、俺あれできないの、逆に。
なんでかっていうと喋っちゃう。ああ、はい、はいはい。なんか沈黙が怖くなっちゃって、喋っちゃうんだよね。沈黙怖い感じは。沈黙怖い。すごいよくわかるね。拓司先生、沈黙の消していく勢いでテンション上げたら。埋める埋める。こう、隙間が怖いって。放送事故になっちゃう。いや、ないんだけど、放送事故なんてな。気になっちゃうんだね。いや、これあれなの？でさ、作画でやってるの？それとも、ネームでやってる人もいるのかな？ネームでやってるやついるし、作画でやってるやつもいるんだけど、うん、すげえ話思い出して、うん、俺の後輩が、うん、俺がいない時に後輩同士で、作業イップしたんですよ、うん。で、俺も誘いようと思ったんだけど、うんうん、そしたらその後輩 A と後輩 B としましょうか。うんうん、その A 君結構喋る方でさ、うんうん、で、B 君が、ふんふんって聞いてる人だったのね、うんうん。で、B 君からスカイプがかかってきて、たくさんちょっと悩みあるんですけど、って、うんうん、どうしたって、うん。A と作業イップやってるんですけど、うん、あいつ喋りすぎなんですよって。俺ドキッと思って、俺もだよって言って。あいつはやばいですって。どんな感じって言ったら、A は喋りたいだけだから、俺がなんかトイレ行ってくるねって言ったらしいんだよね。うん、で、B はトイレ行ったらしいんだけど、B がトイレ行ってるの関係なし、あいつずーっと喋ってるのよ。だから A は多分ね、なんかそこにもう、相槌すら打つ必要なくて、うんうん、もうそこにトイレ行ってくるって聞こえなかったんだろうね。だから、B に向かってずっと喋ってる感じでも受け答えなんかないのよ。で、10分後に戻ってきたよって言ったらずっと喋ってるから、で、しかも戻ってきたってこともなんかわかんないらしいんだよね、よくね。で、俺、いる必要あるんすかねって言って、ないんじゃねって言ったよ。面白いな、それ。いやね、だからまあ、人によっては、なんかもう喋りながらやることだけで、作業が進むやつもいるのでは、というね。うわ、人によるは面白いな、うん。それでも難しいね。だからといって誰もいないで済むわけじゃないよね。きっと別にあれでしょ、録音しながらやってればいいとかそういうわけじゃないでしょ。ないじゃん。結局ね、誰かがいるんだっていう信じ込みがいるよね。うん、大事だよね。でもさ、今後さ、今 AI とかあるじゃないですか。Siri とかも一応聞いてくれるじゃない。ああ。ね、さては？さてはこれ。さては？ Siri とかに。一人で？ね。一人の時に後藤先生は。シリとどんな会話してんのかな。会話してないけど。え、絶対実験してるでしょ。どんな受け答えするかは。いや、僕シリは割と頼んでますよ。頼んでるけど、うん、まあ、ちょっとその話は話ずれちゃうからさ、うん、いや、でもありになるのかね。なんじゃない、よね、そのコンピューターが会話の相手をしてくれたらさ、うん、意外と気使わないでいいからさ、あり、うん、かもしれないよ、ね。いや、俺多分できちゃう気がする。ヘイシリーって言って、反応するか、このネームのここどうかなみたいな、ちょっと検索しますね。そうだよね。でもそんなことやってたら、あれだね、うん、ネームのアイデアをヒントくれたりするやつ、できるかもしれないよね。なんか、俺たち作れちゃうんじゃないですか。うん。確かに。なんか、散歩してきたら、いいアイディア出るかもよとかさ、うんうん、パターンで作っとくのよ。そうそうそう。うん、で、ランダムでそれが出るみたいな。ありだよね。あるでしょ。適当なところでさ、うん、そのキャラクターの癖を活かせばいいんじゃないって、うん、なんか全然さ、うん、その関係ないところでそのタイミングで言ってくれることによってさ、大事に何かが出るとか。あと、編集さんが言うやつ。そう、編集さんがよく言いそうなやつ。ドラマが足りないじゃんかなって。キャラをもっと立ててって言ってもっと限界まで立てるんだよ、3コマか4コマで立てるんだよって言って、それシリが言い始めたら最高に面白いんだよ。もうそれシリじゃないでしょ。激しくムカつくの。いや、でも言い方次第、なんかすごい可愛いボイスで好きなキャラが言ってくれたりとかしたら全然俺許せちゃうな。許せちゃうかな。複雑な気持ちになってこない、うん、大丈夫。例えばね、俺妹萌えとかじゃないけど、妹萌えの人がさ、お兄ちゃんもっとキャラ立ててとかさ言えばテンション上がってくんじゃねえ。どうなの、どう、自分の推しキャラ頑張って。俺今ラブライブのニコちゃんが好きだから、ちょっと脳内シミュレーションしてみる。ニコちゃんが、うん、タクジもっとキャラ立てなさい。あ、いけるいける。あ、全然いける。分かったニコちゃん、いける。そうなんだ。いや、これいけちゃうな、これ、うん、これワンチャンあるぞ。キューボキューボ、うん、これアプリ作ろう。アプリ作ってくれ。ネームを応援してくれるアプリ、うん、ネーム進みそうだな。もう現実逃避が過ぎるぞ、ちょっと。苦しいとか辛いとか言ったら反応して、うん、言ってくれるんだよね、なんかね。そうだね。あれ、この放送の説明とかしたっけ。はい、
いや、これからしようかなと思ってこの番組は、おちいしんやさんと大和田の皆さんの提供でお送りしております。はい。何かというと、うん、東京ネームタンクがお届けしているですね、みんなの漫画を応援するラジオですよね。みんながね、やっぱりネーム作るのとか大変だったりすると思うから、うん、それをね、タクジー先生がガンガン応援してくれるというやつです。お、ネームができない、うん、漫画の応援団長、タクジーです。いやー、応援してくれよ、でも。違う。応援していくでしょ。していくしていく。していくし、されたいし。はい。で、古文の後藤です。はい。お願いいたします。はいはい。他に何かさ、あれですか、うん、その、アイディア出しの時とかに、こんなのやってるとかありますか、うん、アイディア出し？なんかさっき散歩するとか言ってなかった。あ、散歩する。うん。散歩をね、アイディアが出ない時は本当に、近所にね、うん、荒川があるんですよ。ああ、いいっすね、うん。で、荒川をもうね、ずっと下っていく。散歩コースみたいなのもあって。もうね、10キロぐらいね、普通に歩いちゃう、俺。マジか。いや、うん、僕も実際そうでさ。うん。僕ももうなんかネーム、連載やってた時とかで、うん、ネーム出ねえなって思った時とかはもう、うん、ひたすら一晩中歩いてたね。うん。歩いちゃうね。同じ。しかもね、多分これ、拓然先生と同じだと思うんだけど、もう道を選ぶとかいう行為すら邪魔じゃないですか。邪魔。もうだから、道選びたくないのね。だからもうほんとね、ひたすら同じところをね、ぐる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 同じ町内の場所回ってましたね。うん、でも、町内をぐるぐる回ると不審者に思われない？思われる。だよね。あのね。夜中とかだし、多分。あのね、パトカーってすげえ静かなんだなって思った。ま、え、なんかまた事案の、その時大丈夫？トランクス一緒じゃない？大丈夫？大丈夫。あの、その時は通常の格好してたけど、いや、パトカーってさ、そーっと近づいてくる時って、ほんと音しないね。うん、もう、あの、そろりーって。びっくりして、隣にいるということに、後方2メートルぐらいのところにずっとパトカーがついてきてたということに、うんうん、もう本当振り向いてびっくりしてる、いるみたいなっていうことはある。たまにあった。まあでももちろん俺もわかるんですけど、うん、俺も後藤先生も要は集中してるんだよね。そうなのかもしれない。漫画のさ、どんな話にしようかなとか、うん、どんな風にキャラ立てようかなとかね、うん、そういう風にしてるからだと思うし。え、でもさ、うん、今電気自動車なの？そんなことないでしょ？いや、あれなんだろう、なんかでかい、結構でかめの車だったけどな、なんか気づかなかったな、その時は。全然さ、漫画に関係ない話し、うん、どうだ、タクシーでガソリン使ってないんだね。ああ初めて知って、それこの間知らなかったのかよ。へえーって知ってた。あ、知らない。あ、知らない人いる。 LP ガスですよね。うん、そうなんですよ。うん、うん、ごめん、それだけ。最近ね、俺でもなんでこの話急にしたかというと、うん、最近ね、しっかりしすぎようとしすぎたなと思って、うんうん、あのなんか話はちゃんと落ち着けなきゃなとかさ、うん、漫画にちゃんと参考になるようにしなきゃなとかさ、隙間埋めなきゃなとかさ、なんか思っちゃう時あるんだけど、これ最近よくねえんじゃねえの、もっと俺は自由でいいんじゃねえ、タクシーのことが気になったらタクシーのことじゃなくていいんじゃないのと思っちゃって。自由だな。いいよいいよ、僕はそれでいいと思って、うん、タクシーの話する。LP ガスの話する。僕もね、あれですよ、教習所行ってた時かな、はいはいはい、あの合宿免許だったんですよね。合宿免許でさ、どこで山形かなんかどっかのところで取ったからさ、まあ多分割と適当なところで、はいはい、君もういいよとか言われて、ちょっとガソリン入れに行こうかとか言って、もうあの外出てるね、なんか後半外出るじゃない、なんかもう割と早々にガソリンスタンドに行って、それでもうガソリンひたすら入れるのを待つっていう、終わりみたいな。でもガソリンって、その LP ガスって、ね、なんでタクシーが LP ガスなのかっていうと安いからなんですよ、あれガソリンよりも。はい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 、でなんだけど、じゃあなんでみんな LP ガスにしないかっていうと、時間がかかる、入れるのに。そう、30分ぐらいかかるんだよ。え、そんなかかんの？そう。だから、その教習の1時間は、ほとんど半分ガソリンを入れる。ガソリンというかガスを入れて終わった。そうとかあったよ。ということは言っていいのかな？しょうがないよね。単位もらってるからいいし。いい上だし、あとはでもさ、っていうのを思い出したけど、僕はそれで、なんだろう、要はガソリンスタンドに行く練習はできたけど、あれだよね、教習行ってもガソリンスタンドに入るっていう練習ないよね。ない。ね、初めだからガソリンスタンド。高速道路には行くけど、ね、ガソリンスタンド入るのちょっと緊張しなかったですか？しました、ね、なんかいろいろ思い出したぞ、車、うん、自動車学校のこと、うん、なんか最終的にほら原付とかの、俺たちの世代だと原付も取れるじゃないですか、うん、自動的に、うんうん、原付乗れる練習もするんだけど、ね、原付講習、うんうん、女の人が原付乗れるんだわーって言って、うん、
で、私も乗れると思いますかって言ったら、乗れると思いますよって言って、うん、で、みんなでわーって言ったら、その人がさ、カーブ曲がらないで、バーって突っ込んで、で、切り出してさ、乗れないじゃないって言って、なんでだろうって言って、だから、教習所のおっちゃんがさ、自転車乗れますって言って、乗れないですって言って、おえ、自転車乗れないのに、なんで乗れるの逆に思ったんだと思って。だから、あれなんだよ、多分、その人は、二輪の自転車は乗れないけど、原付なら乗れるという、謎の理論が働いてたんだよね。でも、これって俺は当たり前のことだと思うんだけど、どう思うんだろうね。チャリンコ乗れなくても、原付は乗れるってみんな思っちゃってんのかな。ここ、俺、どうなの？これ、俺の感覚がおかしいの？どうなんだろうね。なんかわかんないけど、なんだっけ、あの、倒れない今、やつあるよね。セグウェイみたいなやつね。ああいう効果があると思ってたのかな。でも、そんな時代じゃないよね。だって、俺がだって、二十歳ぐらいだから、16年ぐらい前だからね。セグウェイじゃねえよ、昨日聞いたもんは。ホンダの倒れないバイクがあるもんね。うん、話戻していいですか？いいよ。これ、多分ね、全然問題関係なさすぎて。戻してじゃあ、集中の話ね。で、ひたすら歩いてて、そう、静かなパトカーに追いかけられてたっていうことね。はいはいはい。他になんか集中するときがあったかな。僕はまあ旅行に行く派だったな。よく千葉行ってたな。旅行ね。旅行じゃないんだけど、千葉にさ、行ってまして。だから、前もちょっと話したけど、千葉一息一息降りたとか言ってたら、はいはい、多分その臨海学校のね。そう、その一環で眠り詰まると千葉に行くっていうのは散々やってたな。千葉ね、めっちゃくちゃいいんですよ。だからさ、家にいるとさ、午後の時間ってめっちゃあっという間に過ぎるじゃないですか。本当に過ぎるね。早く気づいたら夕方じゃんみたいな思うじゃないですか。でもさ、電車待ちの1時間とかってすっごい長く感じるでしょ、1時間電車来ねえのかよみたいな。あの時間をうまく眠りに利用するというですね。あ、できてたんですか、それは。うん、それなりにやっぱできるっす。やっぱ千葉とかの方行くと、まず、もうすごいローカルだからさ、みんなも乗ったらボックス席じゃないですか。はいはい、はい。ボックス席にネーム広げ放題広げて、で、ネームやるとか、で、駅に着いたら駅に着いたで1時間待ちとかだから、そこでもやるみたいな。てかさ、それはもちろん、なるほどと思ったんですけど、ちょっとシャイな悩みでいいですか？何ですか？エロ漫画をそこで描けない。恥ずかしい。いや、昔これ結構ファミレス行ってた。ファミレス行ってたくらい何回目かで話してたじゃん。最近全然なくなって。それはエロ漫画だからなんだよね。なんかね、もう見てくんのよ。なんていうのかな、どっかのわかんねえけど、飲み屋の姉ちゃんなんだろうね。お兄さん何書いてんのって言って。いや、見るなよみたいな。いいからって言って。え、漫画家さんなの、何書いてらっしゃるのみたいな。どうせ死んねえからやめてくれよって言って、もうめんどくせえから、ルロニケンシンですって言ったら、本当って言って。なんかあらゆる方面にもごめんをしないといけないと思うんだけど。すいません、松木先生、すいません。すげえ。そうか、エロ漫画は外では書けないのか。いや、まあ書ける人もいるよ、もちろん、多分ね。でも、俺は、書けなくなっちゃって、で、家に閉じこもって書くようになったんだよね。それも悪いのかな。もう行っちゃう？それかもしれない。行っちゃった方がいいよ。電車に乗っちゃう？そう、いないから、千葉いない、いない、そんな人。飲み屋のお姉さんいない。飲み屋のお姉さんいない。兄ちゃんは何書いてるんだむしろなんか開放的な何か新しい性癖に目覚めるかもしれない。あとさ、それでそのくだりで思い出したんだけど、最近ツイッターで見たのが、よう聞かれると、何を書いてるんですかみたいな。で、それって失礼なことだと思わないみたいな。あなたの、その個人情報全部漫画だったらバレるぐらいの勢いでしょみたいな。確かになと思って。なるほど。みんな、これでも漫画の人聞いてるから、みんな分かってるぐらいの案件だと思うんだけど、これ一般の人が聞いたらね、多分ね、気軽に聞かないでほしいぐらいのことを俺は言いたいね。だって聞かないでしょ、あなたの職業、あなたの性癖、あなたのこのキャラのこういうとこが好き、年収、全部その漫画調べたら多分大体分かっちゃうんだよ。ねえ、それ聞く？知らない人、もうファミレスにいるそこらの兄ちゃん、聞かないでしょ。まあね。でもまあ、まあでも分かんないから仕方ないな、分かる。でもこれを聞いたね、漫画を描かない人、その人はちょっとね、聞くときに気をつけてほしい。そして俺はこれからもルローニケンシンとは言う。言っちゃう。だってさ、もう何回もさ、自分の漫画言ってもさ、ごめん、それ知らないっていうくだりさ、何度も気づいたもんね。傷つくんだよ。
知らないと思いますよ。言ってみないと分かんないよ。うん、メテオさんストライクって漫画を書いてまして、あ、知らないって言ってた。おい、だから言ったやろうがみたいな。で、脳内で切れて、そうですよね、ってニコニコして終了するあのパターンのやつね。なんか、でも、どうなんだろうな。それはさ、反論を一応考えるとさ、ああ、漫画家が外で仕事してっからそういうことになるんでしょ。おいおいおい。おいおい、電車でネーム書いてるやつがよう言うな。いや、だから僕別に言われても特に問題ないから、ああ、いわゆるだから他の仕事の人も。え、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あえて反論さらにしますけど、うん、外で仕事をしているサラリーマンの方いますよね。あの、特定されるような仕事だとやっぱり声かけたくなるんじゃないの。そう？どうなん？俺は割とスルーしちゃうけどな。明らかに、例えば芸能人の人も見た時に声かけちゃう？俺スルーしちゃうよ。うん。いや、でもかける人はいるでしょ。かける人はいるかもしれない、うん、そしてかける人が罪かと言われたらそこまででもないんじゃないの。でも他人だよ、全然知らない。他人ではあるけど、うん、好奇心旺盛な人で、うん、誰とでも仲良くなりたい。そここそあれじゃないの、真面目にみんな行き過ぎなんじゃないの。だって隣の人に急に友達になってくださいってなりたいと思って声かけても別に悪くないんじゃないの。はい。どう？ちょっと待って待って待って、なんかね、前振りが欲しいな、うん、そしたら、うん、お兄さん、お兄さん、でも漫画描いてるのって言っちゃうわ。漫画描いてるもんな。お兄さん、このドリンクバー何入れてんの？おかしいもんな。明らかにおかしい、そっちは。うん、何描いてるのになるよな。そりゃなるわ。特殊な何かをしてるからでしょ。それを外でやってる以上、そのリスクは負わなくちゃいけないんじゃないのか。じゃあ、家でやりまーす。結局そうなっちゃうじゃん。外でやろうよ。何なの？え、何？じゃあもう聞かれても構わねえ作品にしろってこと？外でやって、いやもうエロ漫画ですよと。見てくださいよ、最高のシーンが描けたんですよ。ねえ、ってね、俺言ったことあるのよそれ、うん、エロですよって、うんうんうん、でいい感じで描けてますよって、うん、聞くんだよ。って俺はもうショックで、もうトラウマで。それはさすがにあっちが悪くない？そうだね、ね、気にして引くのはなしだね。ダメでしょ。って思って、もうね、だそれからかな、もう俺が心の扉をね、もうパタ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 って押して入りますって言って。そうね、ファミレスを去った。ファミレス去った。わかりました、うん、面白かったです。え、面白かったって言うなよ。こっちが嫌な思い出なんだよ。今週いろいろ僕はなんか最近打ち合わせばっかりやってるんだよな。うん、打ち合わせに言えないやつですね、そうなってことは。いや、もう言っていいんじゃないかな。本当？言えるやつ言って。あ、もうあれだっけ、でこの前も言ったっけ、漫画家 VS 編集部の話はしたっけ。ああ、詳しくは多分話してない、うん、このラジオでは、うん、そう、漫画家 VS 編集部の、はいはい、というのをですね、うん、そういう、うん、それ何ですかそれは。ね、恐ろしそうな企画、すごいでしょ、うん、戦いが始まりそうな予感を醸していく、うんうん、いや、もうバチバチいきますね。バチバチのやつをですね、うん、漫画ボックス編集部と一緒にやるっていうね。ほう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 、すごいよね、この企画ね、うん、そう、どんなやつかっていうと、うん、漫画家と編集部が、うん、戦い合う、ちびどろの戦いを繰り広げる回ではなく、ないのね、うん、ではなく、うん、ないね、みんなでいい作品を一緒に作るっていう回だね。あれ？編集さんと。いや、これさ、でも実際本当そうでさ、うん、まあまあ、どんなことをやるかというと、概要だけ言うと、うん、作品集めて、うん、その作品何個か取り上げて、うん、この作品を良くしていくにはどうすればいいですかっていう公開打ち合わせだね。うん、なるほど。っていうのを何人も編集者さんも集めるし、うん、こっちも漫画家何人も集まって、はいはい、いろいろ、もちろんそれを書いた人もを中心にやっていくということですね。ああ、いいじゃないですか。いいでしょう。なんかさ、うん、もうこんな企画なかったよね、これまで。編集部の人たちと一緒に一本の作品を、お前ら何考えてる、もう自分の考えてるこれ全部出して作品を作るなんていうことって、お互い何考えてるかさっぱりわからんからこそいろんな齟齬が起きるんだと思っていてですね。確かに。そう、それをもういろいろ思ってること全部言いながら作品を作っていくっていうことをすればね、お互いの立場の上だと
ね、うん、あ、そういうことを考えてるのね、みたいなのが分かりながら進めるみたいな。うん、分かる。そんな回。すげえ分かる。すげえ分かるでしょ。新人のうちはさ、特に、うん、大きな編集部だとさ、うん、3人編集さんがついたりとかして、はいはい、で、俺は1人でそのネームを持ってた時にさ、うん、3、1になるわけですよ、うんうん。で、しかもさ、書いたの俺じゃないですか。うん、これあんまり良くないねって言われたら、良、うんうん、くないねの上の俺がそれ反論しないといけないじゃん。うんうん、でも良くないねって感情だから、そう思われた前提で俺をこうしたかったんですよねって言って、うんうん、でも良くないねなんだよな、うん、こうしたかったの自体で根本がもうダメな感じ、んこれ誰か分かってくる人は3、1か、もう負けたなって感じで、うん、もう相手の言うことを、なんかもう、ね、負け試合のその反省って、反省会みたいな感じになっちゃうんだよね。本当それな、うん、だからそれをなんとかしなくちゃいけなくて、本当はその場合どうしなくちゃいけなかったかというとですね、うん、本当は、え、良くないと思うんですかと。そうそうそう。バカなみたいな。え、これ面白くないんですかぐらいのことを、本当は漫画家は言っていかなきゃいけないんだけど、なかなかそれ難しいんじゃないですか。難しいんだよ、ね。だからそのやり方を僕らで、うん、僕らもできるじゃない、なんとなく、うん、俺は途中からできるようになった、うんうん、なのでそういうことをですね、ちょっとだから打ち合わせのお手本じゃないけど、うん、そういうこういうふうに言えば自分のやつ PR できるんだよっていうやり方も多分お見せできるし、うん、はいはい、しかもそれをやったらどういう言葉がまた出てきて、うん、それに対してどう対応すればいいのか、だから自分の本当にやりたいことを PR することができたら多分修正の方向性って絶対変わるから、うん、みんなね飲み込んで帰りすぎなんだよね。まあそうですね、そのあたりをうまく改善するためにですね、うん、でこの企画を出した時に編集者もやっぱり不安なんだって言ってて、はいはいはい、編集者も結局自分の言葉をどれだけ押していいのかがわからないんだって、うん、それは漫画家がこれがどれだけやりたいのか、本気でここの部分がやりたいのか、うん、それとも今話を合わせてやりたいって言ってくれてるだけなのかがわからないから、うん、結局探りながら本心が出せないまま、うん、よくわからないところに着地するみたいな、はいはい、よくわからないところに着地したなみたいな感じになってることはあるらしいよやっぱり。まあそれはそうでしょうね。こうで、うん、今ので思い出したもん、さっき徐々にそれができるようになったって言ったじゃないですか、うんうん、なんでできるようになったんだっけって言ったら、ラジオだよと思って、うん、編集さんに、で高橋さんが打ち合わせするときに、もっと説明上手くなってくれって言われて、ああ説明上手くなってくれね、なるほどどうしようかなって時に、ちょうどネットラジオが全盛の時代で、ライブドアさんのね、うん、ネットラジオサービスがあって、うん、でそれをやったんだよ、うん、で2時間生放送でさ、うん、友達とさ2時間バーって喋るわけ生放送で、うん、まあ鍛えられますよね、うん、まあもちろんそのど素人なんで、うん、プロの人から比べたらもう本当にね、もう全然喋れない感じなんだけど、それでも個人的に上手く説明が上手くなった感じだったんだよ、うんうん、でこう上手くなったから論破できるようになって、ちなみにこれこれさっき俺はこういうところで良くなったと思うんです、こういう風にしたかったんです、ここが面白いポイントなんですってあなたの言ってる感じではそれがちょっとその矛盾を感じてしまうので、それはちょっと取り入れたくありませんとかって言えるようになったんですよね、うん、大事だよね、うん、それね、で、うん、分かった OK そうだねって言って、でその話の方が面白いねわーって盛り上がるんだけど、ネームを直して持っていくでしょ、喋ってる時はね面白く感じたんだよねただ百字くんネームにするとなー、お前が話を鍛えろと言ったから俺は鍛えたが、ネームが追いついてないよ結局じゃプロットとかすごい通りだったのキャラとかもやっぱり結局ねネームなんですよまあ起こりうるよね結局その原作部分ね、うん、そのストーリーのところとね、うん、演出力だよね、演出力とかまた別のところだからね、うん、もうね学識で俺と話っていうのも多分演出なんだよねまあそうなんだね、 その話のうまさがネームになるといいよねって感じなんだ、うん、そうだね、うん、いやそんな感じの企画が多分進んでいくので、これね、うん、ネームの募集というか課題作品の募集がですね、うん、どこに送ればいいんですか、フォームをこれから作るので、うん、そのホームがここにあるよというお知らせが何とかして皆さんにお届けするので、うん、それを見て送ってねという感じです。でこれはね、ただ申し訳ないんだけど一番最初のこの初回に関しては、うん、ネームタンクの受講者さんに限定してやろうかなと思っています、うん、なるほどなるほど、ただ今後ねもし続けられたらちょっとね開放してやっていこうかなとも思ってるので、うん、ね、ぜひそういうメルマガとか、うん、そういうところで、そうだね、メルマガとかですね、うん、受講者さんはメルマガで分かるよっていう感じ、うん、なるほど、受講者じゃない方は、うん、ツイッターなどにご注目くださいという感じでございますね。公式ツイッターアカウントね、はい、わかりました。さあじゃあお知らせです、うん、はいはい、小回り空間の12月期が10月10日から募集開始です、うんうん、M できる講座の 3HD コース12月期も
10月15日の11時から予約解禁になります。12月の14、15、16、小回り空間、さっきの、ね、初級中級12月9日ですね、ご予約は予約サービスのクービックね、東京ネームタンク予約ページまでお願いします。はいはいはい、ね、あ、この動画の下にも URL があるかもしれない、のでそちらからお願いします。なるほど、ね、あとはチャンネル登録です、はいはい、ね、僕たちと一緒に漫画を応援してくれる方は、ね、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ね、あとはですね、スマートフォンの場合は、ね、下に赤いボタンがあったりとかですね、ブラウザからは左下に右下かにあると思います、はいはい、徐々に伸びてるね、徐々に伸びてる、ありがとうございます。あとはファンボックスなどもあるので、ぜひ覗いてみてください、ね、はい、よろしくお願いします ね、感じです、そのうちね、俺の一人のラジオのおまけとかもファンボックスにあげたいなラブライムのことだけ喋るやつさっき撮ってたよねまあね、後藤先生が遅れたからねそうだね、ごめんはい、はい、じゃあ漫画を応援するラジオも同じ、そろそろお別れの時間です。おい、この番組は星井慎也さんと応援内の皆さんの提供でお送りいたしました。はい、はい、また次回お会いしましょう。はい、またね、はい、バイバイバイ。Thank you.